ボンジュー、こんにちは、コーダーリエです。今日の一言フランス語は夜の挨拶をご紹介します。まずその前に昼間の挨拶復習しましょう。こんにちは、ボンジュー。そしてさよならの代わりにボンジュー、ねでしたね。覚えていらっしゃいますか？夜の挨拶もそれに似ています。こんばんは、ボンソワー、そしてさよならの代わりにボンソワヘです。良い晩をお過ごしくださいという意味の言葉、ボンソワヘです。ただこの夜の挨拶覚えなくても大丈夫です。というのも、今ボンジュールかなボンソワールかなと迷って言葉が出ないよりは、もう一択ボンジュールで口をついて出てしまった方がいいからです。ボンジュールと挨拶して、もしボンソワールと帰ってきたら、ああその時になって、ああそんな言葉もあったわねとお迎えしにボンソワールと言えばいいです。ご旅行ですと昼間の行動が多いですよね。ですからボンジュール、ボンジュルネだけを覚えるので大丈夫です。夏ですと夜の10時くらいまで明るいです。8時くらいだと昼間と同じくらいに明るいですから、もう考えずにボンジュルと言ってしまった方が簡単。冬も逆に朝の8時真っ暗です。真っ暗だけどボンジュルなので、ボンジュルかなボンソワールかなと考えずにボンジュル一択で大丈夫です。ボンソワ、ボンソワヘ、あ、そういう言葉もあったなと頭の片隅にぐらい覚える感じで大丈夫です。ご視聴くださりありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。メシボク、ボンジュルネ、ボンソワヘ、あ、トレビアント。